今日の動画では、抽象の高いゴールについて改めて考えてみたいと思います。ゴール設定は皆さんもすでにこの理論を学んで、もうかなりの数ですね、設定してるんじゃないかなと思います。ゴール設定は言うまでもなく、このコーチング理論の中で、理論のど真ん中であるし、実践する上ではここからスタートするというところで言うと、決して外せないところなので、復習としては、そうですね、いわゆる目標設定、夢を設定するということと、まさに自己啓発の中では同義ですけれども、我々はこのコーチング理論の中ではゴール設定という言い方をしてます。で、そのゴールというのは、現状のコンフォートゾーンの外側に、高いところにゴールを設定するのが正しいというのがこのコーチング理論ですね。現状の外側というのは、まさに現状の中では達成する方法が全く見えないぐらい高い、人に言ったら笑われてしまうような、鼻で笑われてしまうような、またはやめとけって言われるような高いゴール、非常識なというかね、非現実的なっていう言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、非常識だって言われるぐらい、ノットノーマルだって言われるぐらいがちょうどいいということですね。で、この現状の外側のゴール設定、ゴールは現状の外側に設定しなさいというのは、この理論のかなり中心的なところでもあるんですけれども、ゴールは現状の外側に設定するというのを明文化したのはこの友渕博士ですね。ルータイスが40年間コーチング理論をですね、世界中に広げてきて、世界で延べ3300万人以上が、このコーチング理論で人生を変えてきたということなんですけれども、そこのプログラムの中にはですね、ゴール設定について、現状の外側だっていう明文化は実はされてなかったというところですね。ルーはもちろん口頭では言ってたものの、プログラムには明文化されてなかった。それを友渕博士は明文化したということですね。TPI で言うとユニット11にそれが書かれてますけれども、これは友渕博士の大きな成果って言ったらどういうふうに言うのかっていうのは分からないですけれども、とんでもないインパクトのあるコーチング理論がそこで、過去のものとは全くもう次元を飛び越えてですね、とんでもないパワーを出すようなものが出来上がったというふうに言えるんじゃないかなと。もちろんルーはそれは口頭では言ったし、自分自身がですね、国家元首に対する元大統領とか、そういった国家元首レベルの世界のトップリーダーへのパーソナルコーチングの時は、それはもちろん言ってたんだと思います。それを友達博士が我々が使えるレベルですね、 TPIPX の中で、このコーチング理論の、そのプリンシプルですね、原理原則の中に入れて、くれたと、入れていただいたということでいうと、非常に大きなインパクトのある内容になったと。で、我々はそれを、手にすることができるということで、非常にラッキーだなということですね。で、他のコーチングと何が違うんですかって、やっぱりここが一番大きな差になるんじゃないかなというところですね。の一つではないかなということですね。ということで、ゴールについてはもう現状の外側で、さらに達成したら、ここの底からプラスな情動が出てくる。達成したら、嬉しい、楽しい、誇らしい、すがすがしいという、こうプラスな情動が出てくるようなものを、自分がここの底からやりたいということですね。そういったものをゴールに設定すると。で、ゴール設定でいうと、あとはバランスホイールですね。10から12ぐらいのカテゴリー、ここにたまたまコンフォートの作り方の本がありますけど、こういうところを読むとですね、カテゴリーが出てると思います。仕事とかお金とかキャリアとか、そういったものだけではなくて、健康とかですね、あとは人間関係、家族もそうですよね。あと趣味とかですね、社会貢献。社会貢献もその地域社会に対する貢献であったり、あとはもう世界レベルでの社会貢献で、いろんなレベルもあると思うので、そういうのを広げていくと、10から12ぐらいありますねということを、ルータイスは我々にバランスホイールということで教えてくれています。そのカテゴリーをうまく活用しつつ、たくさんのゴールを設定していくというのは、これ一つの、ゴール設定のこのやり方ですね。で、このゴールの中で抽象度の高いゴールについて今日はお話をしてみたいんですね。
で、自分自身2015年からこの動画をね、見るタイミングで、いつになってるかにもよりますけども、2015年からワールドピースコーチングというのを実は主催して、開催してきてます。で、それは2日間で広島と東京で、やると。で、広島では平和記念公園の中でですね、国際会議場というところで毎年開催させていただいてますけれども、2016ももうすでに開催して、それは2回目だったんですけど、友達博士も、協力していただき、特別講演、世界平和に関する特別講演をしていただき、あと梅沢富美男さんですね、あとは橋本マナミさんにもゲストに来ていただき、で、2部は音楽ライブということで、私も第1回から演奏してますけれども、友達博士もギターライブをしていただいて、非常に抽象の高い活動に今なってます。で、まあ、この動画を撮ってるのは2017の、まあ、2月なので、2017秋にはですね、またワールドピースコーチング2017ということで3回目やりますけれども、これは本当に抽象の高いゴールをそのままタイトルにしてるわけですよね。ここから放出されるエネルギーというのはとんでもなく強いエネルギーを自分は感じてですね、それは自分だけじゃなくて、より多くの人が共感をしていただき、行動していただいてます。で、もちろんそれは友淵博士ですね、超一流の、世界のトップの科学者がですね、まあ、こういう世界平和のイベントやってます、博士、いずれ日程さえ合えば講演していただきたいんですけど、ギターライブももし可能であればやっていただきたいんですけど、っていうことを、去年ですね、2016に、秋に伝えたらですね、やるよって言って、スケジュール開けてやっていただいたわけですね。このエネルギーって本当にまさかというふうに思いましたけれども、ああ、やっぱり抽象の高いゴールってそういうことなんだなということですね。皆さんの中で、ゴールはたくさんもうすでに設定されている方がいると思います。それでも抽象の高いゴールがまだ見つかってないという方が仮にいたらですね、もうここはもう世界平和をぜひ入れてみるといいんじゃないかなというふうに、まあ、これはおすすめですね、自分の中で。で、世界平和はもう、まあ、地球上70億人、まあ、人々がね、地球上生活してるとしたら、全員の共通のゴールであっても当然当たり前ですよね。それはもう全員の共通のゴールであるということはもう疑いのないところですし、いやいや、さすがに世界平和やめときますという方はいないと思いますしね、本音で言うと。そこはもう、もし抽象の高いゴールなかなか出てきませんという方がいらっしゃったら、非常に抽象度の高いゴールとして世界平和というものを入れてもいいんじゃないかなと。そうすることによってですね、何か見える世界が変わってくる体感が自分の中にあるんですね。見える世界が変わってくる、まあ、日々のニュースの捉え方が変わってくる、日々のニュースの見方が変わってくる、日本だけではなく世界レベルの視野が常に自分の中に取り込まれるわけですから、そういったものが感じることができる、まあ、いろんなことがありますね。ですので、そこはおすすめします。で、もう一つ感じるのはですね、世界平和という抽象度が高いと言いながら、もう実は世界平和は当然達成して当然だよねっていう体感が実は今自分の中に出てきてるんですね。これ不思議な感覚なんですけれども、いやいや、なかなかこうね、人類の歴史上争いがない時期がないんですよね、ずっと。たまたま日本は平和憲法を持って、戦後71年、72年ですね、もう、戦争はしてないということですけれども、基本的には。そういう地域はなかなかないですね。で、今この瞬間でも世界中どっかでは、紛争してるわけですよ。戦闘状態になります。そういう状況からすると、やっぱり人間はどっか DNA に争わなきゃならないみたいな、 DNA の中に、遺伝子の中に争いというものが、まあ、組み込まれてんじゃないかっていうことを言う人もいます。それでも自分はいろんな説があってもいいと思うんですが、やっぱり自分はどう考えても
誰も争いをしたいとは思わないし、戦争なんかしたいと思うってことはありえないと思うんですね。それは自分はもう疑いがないところであるし、それは強く伝えていきたいと思います。政治的ないろんなことを事情があって、その理論をこねくり回して、いやそうは言ってもやっぱり戦争は必要だねっていうことすらも否定したい気持ちがあります。ですので、そういった意味で世界平和というのはもう必ずもう自分は実現できるレベルに人類は進化してきてる。世界平和はもうすでに実現できるレベルまで来てるんじゃないかなと思います。でそれを声高に伝えられるのは、世界で唯一の被爆国である日本で、日本人ではないんじゃないかなというふうに実際考えて、ワールドピースコーチングを立ち上げ、まあ、ここで2017年に向けて、まあ、3年目ですけれども、この抽象の高いゴールを体感しているわけですけれども、実はもう 手の届くところに来てるんじゃないかなっていう錯覚すらも覚えるんですね。だからもう逆に言うと、抽象の高いと言いながら、それが最低ラインのゴールとして、その先にそれぞれが自由に人生を選択できるというのが、もうそういう時代にならなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じてるんですね。ですので、今は抽象が高くて手が届かないんじゃないかというふうに自分自身も含めて思っている方が多いんじゃないかなと思いますけれども、時代はどん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 やっぱり進化してきてますから、すでにもう世界平和は当然で、その上にさらに自分はどういう人生を送っていくのかということを考えていく、そういった感覚でたくさんのゴールを設定していく。その中で、一つの、まあ、プロセスとして、抽象の高いゴール、世界平和というゴールを設定してみるといいんじゃないかなというふうに考えて、今日お話をさせていただいてるんですけども、ただもう手が届かないんじゃないかろうかということで、抽象の高いゴールとして世界平和ではなくて、もうすでに達成できるんじゃないか、我々が生きてる間に達成できるんだろうという確信のもと、最低限のゴールとして、世界平和、その先に自分自身がいろんなことを自己実現として、いろんなことができる世界が待ってますよというふうな感覚でですね、ゴールを設定してみるといいんじゃないかな。そうなると本当に見える世界が変わってくると思います。まさに、自由に選択していく、自由意志で未来を選択していく、束縛されて解放されて自由じゃなくて、まさに自由な選択を、もともと自由なんですね、もともと自由に選択できるという本来的なリバティの自由ですね、フリーダムではなくて、リバティという概念の自由な未来の選択ができる世界にしていくということで、体感できるんじゃないかなと。そういうもう未来が近づいてきてるんじゃないかなっていうふうに実は感じてますということですね。ぜひですね、まあ、これはですね、まあ、おすすめするということで言うと、強制するつもりは全くないし、そういうことではないんですけれども、ぜひですね、抽象の高いゴールという捉え方をですね、もう一歩進めて考えてみるといいんじゃないかな。自分はそういう体感の中に今いまして、確実にこのワールドピースコーチングも年々進化拡大していくというふうに感じています。2年目にして、友内博士も、著名なですね、梅沢富美男さん、橋本真奈美さんも駆けつけてくれたようにですね、3年目はどんなビッグなゲストが来てくれるんだろうというもうワクワク感でもういっぱいなんですけれども、世界平和ですからね、いろんな人がもう関わって当然だと思ってますので、ぜひですね、そういった思いでですね、この世界平和というゴールを共有し、ぜひワールドピースコーチングも自分自身のゴール、そこに関係するイベントとして、自分自身が主役だとして、そのワールドピースコーチングというイベントにも関わっていただけるといいんじゃないかなとに感じています。ということで、今年も2017年10月ですね、ワールドピースコーチング、開催予定ですね。そこもスケジュールをぜひ開けておいていただけるといいんじゃないかな。おそらくですね、まだ明確には言えませんけれども、10月になりますので、また詳細情報はブログとかでご案内できると思います。ということで、今日は抽象の高いゴールについてお話をしてみました。以上です。ありがとうございます。